一般に男はギャンブル好きである。そしてギャンブル好きの男は女好きである。なぜなら女そのものがギャンブルだから。その男は天性のギャンブラーだった。じゃんけんでも何でも負け知らず、苦もなく若くして巨万の富を築いた。この男、ある女に恋をした。しかし、あっさり失恋してしまった。負けた。男は自殺してしまった。おそらく、その女に命を懸けたのだろう。